フランチェスコ・ドゥランテは、イタリア後期バロック音楽の作曲家。ナポリの北1 5トルのフラッタマ・マジョーレ出身。幼くして、ナポリのイエス・キリスト・ヒンミン音楽学校に入学し、ガエターのグレコの指導を受ける。後に、サントノフリオ音楽院で、アレッサンドロ・スカルラッティに指示。ローマで、ベルナルド・パスクイーニア・ジュゼッペ・オッター・ボ・ピトーニにも指示、したと推測されているが、 その証拠文書は存在しない。1725年にサントのフリを音楽院において、スカルラッティの公認教授として1742年まで留任し、その後、ニコラ・アントニオ・ポルポラの公認委員長として、やはりナポリのサンタ・マリア・ディ・ロレート音楽院に転出した。ナポリで没するまでこの職務に当たっている。ドゥランテの全作品のうち、 ほとんどすべての宗教曲がナポリの美術収集家ガスパーレ・サルベジによってパリ図書館に送られた。作品一覧はフランソワ・ジョゼフ・フェティスの万国音楽家列伝に見出される。ウィーンの皇室図書館もデュランテの自筆譜の貴重なコレクションを所蔵している。二つのレクイエムといくつかのミサ曲、預言者エレミアの愛化はとりわけ重要な作品である。デュランテが 舞台音楽を作曲しなかったというのは事実だが、そのために宗教音楽の王屋として過大評価される結果となった。バロック音楽とその時代様式の教会音楽の作曲家の中で、ドゥランテが最上の一人であったのは、間違いないが、レオナルド・レオやアレッサンドロ・スカルラッティに比べれば見劣りするというのが、今日の評価であり、イタリアの教会音楽に、 鑑賞趣味の流派を打ち立てたように見なされている。感傷的な作風は、ドゥランテの人柄の繁栄でもあった。つまり、知的で教養深いわけではないが、真面目で熱烈という性格である。ヨハン・アドルフ・ハッセは、ドゥランテのイタリア随一の火星の大化という評価に意義を唱えて、アレッサンドロ・スカルラッティこそそれにふさわしいと訴えた。ドゥランテは、生涯に三度結婚している。 教師としての名声はかなりのもので、門邸に、ニコロ・ヨンメディ、ジョバンニ・パイジエロ、ジョバンニ・バッティスタ・ペルゴレージ、ニコロ・ピッチンに、レオナルド・ヴィンチラの皇帝がいる。恩師・スカルラッティが門人を個別に扱ったのとは、対照的に、むやみと規則の遵守を言い張るところがあった。ベルギーのトゥットアモーレ愛に満ちた少女よ。ありがとうございます。